国の重要文化財でもある森山市の福林寺の本尊木造十一面観音流像が京都市内での修理を終えて昨日里帰りしました森山市にある福林寺昨日午後高木寺系住職が出迎えお経を読み上げて先導する中修理の担当者ら4人が 本尊である木造十一面観音竜像を、火で組んだ炭火に乗せて運び入れました。地域住民も手を合わせるなどして、その様子を見守ります。その後、収蔵殿で梱包を解き、慎重に元の場所に設置していきます。はい <laughs> 国の重要文化財にも指定されている福林寺の木造11面観音流像は、高さおよそ166センチ。体の中心部が一つの木材でできている一木造りで、平安時代に制作されたものです。しかし、顔や腹部に痛みがあり、去年5月から京都国立博物館の文化財保存修理所で修理されていました。 前回の修理から、およそ百年ぶりの修理で。森山氏によりますと、腹部は。色が塗られた彩色と呼ばれる層が。表面の木材から剥がれていましたが。にかわなどを使って、修理されたということです。一年ぶりに、えー。ご本尊様にあえて。完、まあ、無料です。本当に、あの、待ち遠しかったです。言葉では言い表せないほど。うん ありがたくもう心から感謝しています。年に一回特別改修されてきた観音流像修理完了は住民にとっても嬉しい知らせだったようです。綺麗な姿でな帰って,きてくるふりあって仁悦になりました。嬉しいです。うう福林寺の木造十一面観音流像は。 来年秋に開さされれ一般公開される予定です運転免許証の返納をためらう高齢ドライバーに公共交通機関などを活用し車を運転しない期間を設けて免許返納を促そうと県警が企画した取り組みその成果は県警によりますと去年1年間 県内で起きた交通事故は2767件でこのうち65歳以上の高齢ドライバーによる事故は625件、全体の22.6%を占めていて高齢ドライバーによる事故の割合は年々増加傾向にあります。一方で、高齢ドライバーの運転免許・自主返納者数は、 県内の自主返納者数につきましては、令和元年をピークに、下がってきてきおります。こうした状況を踏まえ、県警は、運転に不安を感じながらも、運転免許返納をためらう高齢ドライバーに向けて、1ヶ月の間、公共交通機関の割引といった特典を受けながら、車を運転しない生活を体験する。 お試し自主返納を去年5月から実施していましたその結果、今年1月末時点で体験を終了した219人のうちおよそ2割にあたる46人が家族のサポートなどで不自由を感じなかったとして運転免許を返納したということです一方で運転を継続する理由について買い物や通院が不便 自由に行動できないといった声が多くあったことから、県警では今後、県や自治体と協力し、移動手段の充実を図るなど、免許返納後も住みやすい環境づくりに努めたいとしています。草津市の中学生たちが今日学校敷地内の空き地を活用した畑で育ててきた春大根を収穫しました。 草津市にある松原中学校の生徒たちは去年学校敷地内の空き地を活用し地域住民の協力も得て草や石などを取り除き松原ファームを作りました11月に大根の種をまいて水やりや給食の食べ残しなどを元に作った肥料をまくなどして大切に育てきょう3年生150人が1本ずつ手作業で 丁寧に収穫していきました植えたときは本当に結構小さめの種やったんで立派に育って嬉しいなって思います大根の大きさを競っているんです <laughs> <laughs> 僕負けちゃったんですけどやっいっぱい石取りました っぐ入るように収穫した大根は持ち帰って、おでんにしたり、味噌汁にしたりして、自宅などでで食べるとということです今まで受験勉強で苦しい思いとかして、机に向かって一人で頑張ってきたので、改めてみんなと協力して、作業を行ったりとか。 やっぱり自然と触れ合う楽しさを改めて感じることができて、すごくいい思い思出にな,りましたなお、松原中学の生徒たちが育てたこの大根の一部は、今月11日に市内6つの中学校の給食で、豚汁の具材として提供される予定です。